と聞かれたら何も知らないって答えるけど、ちっちゃい頃の朝の匂い、淡い桃の匂いがしていたら、確か夏があった、それが夏だった。あれから心の片隅に対処、出会いや別れの部屋をこしらえて、東京ハローグッバイありがとう、心の部屋に愛を注いでくれた人、花も鳥も風も月もなんだか不思議だよね、生きているって僕らたまに真面目な話して、時に悩んででも信じてる、暗闇を越えて明日も君と過ごせたらいいな、なんだか不思議だよね、何がある、マスターキー、それは心の中、鍵を開けて世界へ出よう、染められたなら、ああ二人の
私はどんな道を歩いて行けばいいのか問い続けた日、友よあなたも胸に希望と不安を抱いて戦ったのでしょう。青春の山、友情の橋、心の声に耳を澄まし、駆け出した夢、戻れぬ日々、さらば友よ、また会おうと行こうぜ。その一歩でまだ見ぬ世界へ羽ばたいてゆけ、yeah! ララ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 誰かと比べてみたって自分らしさを飾ってみたって置いてけぼりの自分と遠ざかるよ。 My revolution 光の方へ、大地を焦がすほどの情熱を胸に駆け抜け、一歩この道を歩いて行きたい。目指せ目指せ頂点を目指せ、磨け磨け魂を磨け、道は遠くても諦めないなら夢届くさ。揺らせ揺らせ魂を揺らせ、燃やせ燃やせ魂。Yeah.
私は私なりに未来を信じるよ。迷いなき笑う人だけど、あなたがいる場所が魔法の こそは、この2年分の思いを込めてまたね、富士山のふもと本当すごくいい景色のもとで山梨のたくさんおいしいものとかいろんなものも揃えて、いろんなものを味わってもらって、空気もねそうですし、景色も目で耳でなんか、まあ、味覚でいろんなもの五感で味わってもらって、まあ、素敵なライブができるといいなと思っております。でも本当に、音楽ができて、心から良かったなと思っております。最後にね、皆さんに感謝の気持ちを込めて、そしてまたね2022年に続くようなそんな願いと思いを込めてお届けしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。3月9日、季節の真ん中でふと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に私とあなたで夢を描く。3月の風に思いを乗せて桜のつぼみは春へと続きます。溢れ出す少しずつ朝を温めます。大きな栗をした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち、気づいたことは一人じゃ。Oh